私の名前は青木実、年齢は75歳です。35年前に新築で購入したこのマンションに妻の幸子と2人で暮らしています。年金と預金を切り崩しながらの生活で、これからの暮らしに多少の不安はありますが、何より近所の人がいい人ばかりだし、今の暮らしには満足しています。この電話が鳴るまでは、はい、青木でございます。もしもし。私、株式会社バスリークの今永と申します。今ちょっとお時間よろしいでしょうか？どうぞ。ご自宅のマンションの売却について耳寄りなお話がございまして。マンションの売却？うちは売る気はありません。単に売っていただくという話ではないんです。リースバック契約という言葉をお聞きになったことはありませんか？リースバック契約？リースバック契約とは、マンションをお売りになった売却金を受け取り、その後は家賃を支払いながら同じ家に住み続けることができるというシステムなんです。初めて聞いた言葉に最初は戸惑ったが、マンションを売ったお金が手元に入れば、預金や年金を切り崩す生活にも多少余裕が生まれるし、しかも家賃を払えばこのまま住み続けられるというので、後日詳しく話を聞くことにした。はい、こんにちは。お電話しました今永です。お住まいのマンションが建つこのエリアは残念ながら今値下がり傾向にありまして、どんどん価格が下がってきているんですが、今なら特別に1800万円で買い取らせていただきます。1800万。で、家賃は？あ、そうですね、家賃15万円でこのままお住まいいただけます。15万円って私たち年金暮らしだし、毎月そんなに払えないわ。管理費に加え固定資産税もなくなりますし、何より手元に売却金が入ってくるわけですから、十分にお支払いいただける額だと思いますよ。もしもの場合には買い戻していただくこともできます。いざとなれば買い戻すこともできるんだ。実はこのマンションにお住まいの方で、以前当社とリースバック契約をされた方もいらっしゃいますし、今回もご興味を持たれて契約を検討されている方もいらっしゃいます。そうなの？実際に契約していた人もいるんだったら前向きに検討してもいいかも。1800万円という金額も買取キャンペーン中の今だから提示できる金額です。キャンペーンが終了してしまうと買取金額も大幅にダウンしてしまいます。私たちのところに突然舞い込んだリースバック契約の話、一度よく考えてみることにして、その日はパンフレットや契約書などを受け取った。私たちの蓄えもだんだん少なくなってきてるし、この話本気で考えてもいいんじゃない？うん、今なら高額で買い取ってもらえそうだし、前向きに検討してみようか。全然知らなかったのよ、びっくりしちゃった。こんにちは。あ、どうもこんにちは。ちょっと聞きました？ビートの井上さん、家賃滞納で退去させられるんですって。家賃滞納って持ち家じゃなかったの？いや、私もよくは知らないんだけど、ま、自宅を売って、ま、リースバックとかリースバックで、ま、それが原因みたいなのね。ま、幸い娘さんのお宅に住むことになったからそれはいいんだけども、もし引っ越し先がなかったら一体どうなっちゃってたのかしらね。あ、じゃあこれ。あ、ほんま。おかえり。
今リースバック契約の悪い噂を聞いたの。え？私たちもっとよく考えた方がいいわ。私たちどうすればいいの？皆さんどう思いますか？今ご覧いただいたリースバック契約の事例、もちろんリースバック契約そのものが悪いわけではありませんが、その契約内容や契約する事業者によっては大変なトラブルに発展することもあるのです。え、詳しく話を聞かせてください。では先ほどの事例を振り返りながらトラブルになるポイントを見ていきましょう。今なら特別に1800万円で買い取らせていただきます。1800万で、家賃は？家賃15万円でこのままお住まいいただけます。事業者はマンションの買い取り金額と家賃を提示しましたが、これが妥当な額なのかはこの時点では分かりません。1800万円と聞いた時は高く売れると喜んだんだけど、冷静になって考えてみるとそれが高いのか安いのかわからないな。ちなみに売却価格1800万円で月々の家賃が15万円の場合を計算してみましょう。家賃の総額が年間180万円ですから、単純計算で10年間住み続けることができます。つまり10年で売却金がすべてなくなってしまうわけだ。もっと早くなくなっちゃうかもしれないわね。家賃が払えなくなって滞納が続けば、今の家を出ていかなければならなくなってしまいます。それは困る。管理費に加え固定資産税もなくなりますし、何より手元に売却金が入ってくるわけですから、十分にお支払いいただける額だと思いますよ。もしもの場合には買い戻していただくこともできます。このように売却した場合のメリットばかりを強調してデメリットの説明がないなど、重要な説明が不十分なのも問題です。一般的には買い戻しをする時の価格は売却価格より高額になることが多いです。買い戻しの価格が高額だったら資金のない私たちには無理だものな。事業者は安く買い取って高く売りたいのです。中には住み慣れた家で最後まで暮らしたいと絶望する高齢者に不利益な契約をさせようとする事業者もいることを疑いましょう。売却後の賃貸借の内容についても注意すべき点があります。賃貸借契約は通常賃貸期間が定められますが、契約の種類によっては貸主が更新に応じなくても良いものがあります。この場合最後まで住み続けられないかもしれません。また賃貸借契約期間中に家賃の値上げをされることもありえます。そうすると家賃の支払いができず住み続けられなくなる可能性もあります。え、そうなの？1800万円という金額も買取キャンペーン中の今だから提示できる金額です。今だけの金額と契約を急がせてくる事業者もいますので注意しましょう。もう一度2人で考えてみたいと思います。どちら様ですか？こんにちは、町内会役員の鈴木です。ああ、こんにちは。こんにちは、どうぞ。ああ、どうも失礼します。というわけで不動産業者からリースバック契約を勧められてるんですよ、うん、
鈴木さん、確か昔不動産関連にお勤めでしたよね。はい。この話どう思います？最終的にはご夫婦でお決めになることですが、実は B 棟にお住まいの井上さんからも以前同じように相談されたんですが、その時は契約した後だったんですよ。そうだったんですか。井上さん、一体いくらで売却したのかしら。相手が提示した金額が相場より安くないかなどは比較的簡単に調べられますし、他の不動産業者などにも聞いてください。住宅の売却については売却代金の相場はもちろんですが、買い戻しの条件なども踏まえ将来の見通しを持って判断することが必要です。また賃貸借契約は家賃はもちろん、賃貸期間と更新条件はどうなっているかなど注意すべき点は多くあります。また賃貸期間中に住宅が他の人に売却されてしまうと家主も変わってしまい、条件の変更を求められることもあり得るでしょう。注意することがたくさんあるのね。難しいわ。安易に契約してはいけないね。その通りです。内容をよく理解しご自分で納得するまではいくら勧誘されても絶対に契約をしてはいけません。もし勧誘が迷惑と思ったらきっぱりと断ることが大切です。不動産取引は特に注意しないといけないわね。自宅を不動産業者に売却した場合は無条件で契約を解除できるクーリングオフの制度もありませんからね。え？クーリングオフできないの？そうなんです。ですから生涯住める自宅を売るということがどういうことなのか十分に考え慎重に判断する必要があります。確かに自宅の売却は私たち夫婦のこれからに関わる大きな問題ですからね。契約前に鈴木さんに相談できて本当に良かったです。はい。売却金が手元に入ることに一時は魅力を感じたんですが、このままこの家を持ち続けることにします。私もそれがいいと思います。もしこれから問題のあるような勧誘を受けたら自分たちだけで解決しようとせず最寄りの消費生活センターに相談することをお勧めします。はい、わかりました。